ドラムのテルでーす。ってことで、今日は撮影中でございます。16インチのミディアムシンクラッシュ、ジルジャンのこれを、この間からね、使い始めてまして、よっ姫島さんが、ここにしっかり姫島清明がねしっかり見守ってくれてるんですけども、今ちょっと休憩中、最近私のお気に入りの長トロさんも ぶら下げておりますが、こんな感じでちょっとずつねバージョンアップしていきまして、シーンとね、ミディアムシーンは昔から使っててね、エイジルは初めてだけどね、やっぱ鳴りがいいですね。そしてこのねトップも変えました。トップもちょっとだけひび入ってたので、もうねずっと10年以上使ってたんだけど、ちょっと薄めのこっちもミディアムカスタム A カスタムの、あれこっちミディアムじゃなかったっけな、じゃん、ハイハット、どっちだったっけな、まあ こんな感じの使っておりますが、本職いかがでしょうか。最近ね、ちょっとね、やっと音の編集をちょっとずつ、ちょっとずつね、勉強してまして、マイクを立てて、こことね、ここと、そう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 。で、スネアのマイクもね、今日から、57に変えました。バスドラはね、こっちで5%もどきなので、確か、5%っぽい、5%系のダイナミックマイクを使ってまして、でタムにもここあそこね、前違うの使ってたんだけどタムにもやって、でトップとハイハットに57、合計3本だね。で今運用しております。あれ本物の 5% もあった気がするんだけどな、なかったっけな、まあいいや。まあいいですね。はい、こんな感じでやっております。マイキングはあんまり動かしちゃいけないね、音変わっちゃうね。なのでこれもね結構気に入ってるし、これだけがね安い消耗品なんで、消耗品の割にはこの、ゼンさんの、スプラッシュはなかなかやってくれてます。ででん、鬼滅2期が楽しみだ、って感じですね。はい。こんな感じでまた撮影続けてますので、応援よろしくお願いいたします。よければチャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。ちょっと、YouTuber っぽく締めたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。